攻め方の説明をします。攻め方には木の攻め、剣の攻め、鯛の攻め、三方攻め、一寸の攻め、戸板の攻め、等々がありますけれども、私は一番使っていますのが一寸の攻めという攻め方で、攻めて、おります。その説明をしたいと思います。一寸の攻めというのは3センチですから、ほんのわずかですね。荒くこうグーッと入ると相手が反応してこう来てしまいますので、ほんの構えてください、ほんのわずか。攻めというのは攻めの情動は相手の右拳を攻めるというのが情動です。これも入れながらですね、こう入れてですね、相手の右腰を攻めていく。それとともにですね、足をですね、やっぱり一寸の攻めですから、ほんのわずかなガッと入って攻めていく、これを私は使っております。いつも、右拳は攻めておりませんけど、その状況に応じてですね、ガッガッ、あとそのままといっていく、この攻め方が私はなかなかいいのではないかなという感じで、使っております。これが一寸の攻めです。はい、いきます。というこういう入り方ですね。それとですね、もう一つ、戸板の攻め、これは あまり普通の人はこの攻め方は何のことかなっていう感じの方がおられると思いますけども、これは市川覚寺先生のご長男の市川秀樹先生が、よく父親であるお父さんの覚寺先生に言われた、教わったということで、私も秀樹先生から、お話を受け止まっております。この攻めはですね、川が流れてくると、市川覚寺先生は熊本ですので、あそこから流れてくる白川というのは大きい川があるんですけども、そこに向こうから流れてぐーっと川が流れてくるところに戸板を立てる。その戸板でその川の水を下から押し上げていく、ぐーということのようです。そうすることによってどう違うのかと言いますと、ただ剣先の攻めだと、はい、剣先の攻めできて、そしたらこうほんのわずか左側、ほんのわずか右側にあると、この延長はこちらに外れてしまいますので怖くない。こちら側の技、自分の体側から外れます。ところがこう構え、僕が行くよ、全体的にこうわーっと行くと、相手は横に行ってもちょっと横行って、そう、うん、ダメですよ、今度はこっち来て、こっちに、そうぐーって行っても相手はその攻めに負けてしまう。この教えのようです。これは市川秀樹先生から話を聞いております。攻めの定石としましては、剣道は上を攻めてぐっと下を打つ。下を攻めて上を打つ。裏を攻めて表を打つ。表を攻めて裏を打つ。これが定道です。これをやるのはいろいろな情動なんですけれども、この説明をする前にですね、気持ちの面ではですね、攻めっていうのは自分の気力を充実させてですね、いくぞ、いくぞ、打つぞっていう感じで、相手に対して、剣先の威力、その自分の風格、それをミックスさせながらぐーっと相手に攻め入っていくということです。じゃあ
こう構えていて、ただこう言うんじゃなくて、本当にですね、行くぞ、本当に入っていく、これが大切だと思いますので、練習して見ていただきたいと思います。やっぱり剣戦の攻め、自分で攻めてるんですけども、相手が攻めが感じないのは攻めじゃない。やっぱり攻めっていうのは相手が感じてこそ自分の攻めは生きてくるのですから、そこのところを相手の動作によって、じゃあこの攻めが効いてるかどうかが分かるはずですから、本当に行くぞ行くぞ行くぞと、打つぞ打つぞっていう気持ちで、攻めることが大切だと思っております。攻めっていうのは、剣戦を相手の正中線から外さずに攻めていく、それは当然なんですけども、この時にですね、私はただ剣戦というのは正中線を外さないというと、どうしても硬くなるような感じがします。で、私の場合は中積みっていうか、その相手の中積み、正中線というのは幅を持たせていまして、まっすぐじゃなくて横もこう同じ、私にとっては正中線だ、中積みだっていう感じでこういくと気がすごく楽になるんですね。で、そういうことで私はやっております。それと、攻めるときには拳を攻めるっていうのが、これは、たくさんの先生方、また現役の人たちはこうやってますけども、やっぱり拳を攻める、これが大切なんですけども、これは攻めるというのは打つためではなくて、相手の怒る頭を狙うためなんですね。これを打つ範疇にあるんですけども、ただ打つためではない、こうやってる攻めてるうちに怒り頭を来たとこドンというところです。で、ちょっとじゃあこう攻めて、こういう打とう打とう打つ、打ってやるっていう感じではない、で相手がこう来る、はいパッという感じで、もうすぐすかさず反応していく、こういうのが僕はやっておりますけれども、打とう打とうと思うと、意外と失敗してしまう。それと今と同じを関連することですけれども、打つために攻めるのと攻めて打つのとは違うんです。打つために攻めますと、打ちと攻めとの間に必ず間ができる、そこを打たれるというところがありますので、注意をしていただきたいと思います。必ず攻めて打つ、打つためではない、それが一つと、もう一つはですね、こう攻めて必ず打たなくてもいい、攻めと打ちとは切り離していく、少しちょっとやってみましょう。普通の方は攻めて打ちなさいと言いますと、必ず攻めてと打っていく、攻めたら打たなくちゃいかんと思うからこうすぐ打っていく、そうではなくてですね、攻めと打ちは切り離していいんですから、こう攻めてさあ行くぞ、攻めてここで打たなくてもいい、攻めが通じてればいい。で、攻めて打つ時ももちろんあるんですけども、これは切り離して考えたら剣道がこう深くなってくると思います。それってここは勝負のところですね。ここで、一瞬、気を抜いてると瞬間打たれてしまいますので。そこはぐーっと気を入れといて、そして気が入ってると、あとはね、もう体が仕事しますから、はい、来る、はい、はい、自然と帰ってくる。これはですね、技のところでもお話をしたいと思いますけれども、遠まで技を出すとですね、どうしてもこれは技ではない、
これは本当の技ではなくてね、これはかわされたり、抑えられたりいろんなことをされる。ところがこういう今のは詰めていってこういうまで体が仕事をするとですね、ドンとこう自分で思わず知らず打ってみたり打ってしまったり、体が仕事をする。これが技ですから、自分でもわからない、打った技がわからないというところが、今まで皆さんたちは経験がおありだと思いますけれども、それが本当の技なんですね。頭で考えたの技ではない、そういうことは体に仕事をさせていくということで、やっぱりこう攻めて攻めて攻めてガーッと攻めて入る、はい、ここだと思ったらペンとこう体が沈んでこう入っていくんですね。でそこまで、稽古を積んでいただきたいなと思っております。線は先に攻めるのみでありますけれども、打とうと思うことなく、相手が来るのを待っているのでもなく、自分が先に攻めて、そしてすかさず打ってくるところのその線をですね、思わず打ちが出れば最高だ。ただその時の調子だけで、打つのでは、打つだけの機会 ですとたまたま当たったという感じの打ちになってしまって、本物の打ちではない。心を攻めて線の木で打ち切る、ここが大切です。はい、これただこうずっと行っていくだけじゃなくて、ただ守るだけではなくて、ただですね、こうぐーっと行くして、こう線の気持ちでずっと行ってて、向こうが思わず来る、そのところ僕はペンと思い切って打つ、これが最高の打ちで、その前にですね、ただこう闇雲にこうただ行っといて、ピーンと当たって、これはただ当たっただけで本物のうちではない、そういうところですので、攻めて打つっていうのが非常に大切。剣道は攻めが命という言葉があるぐらいですから、常に攻める、攻めてどうする、攻めて崩す、ね、攻めて打つ、常に攻めを入れていただいたらいいのかなと思っております。それとですね、小川忠太郎先生がおっしゃった言葉がございますけれども、小川忠太郎先生はこう構えた時にですね、この木っていうのがありまして、攻める時に手元にあったら相手に響かない。この木っていうのは自分の竹刀のつかさつかあの剣線より先に気がないと相手には響かない。これは小川先生が言われている言葉です。ここに気があってはダメだと、この先にないとダメだと。こういう感じですね、そういうことをやってみてください。それとですね、剣線、気力、体力は共に働いていたときに初めて、
そのセミが生きてきますので、どれ一つ欠けててもダメですね。この3つがこう一つになって攻めていく。で、初めていい攻めになってくると思います。それとあとはですね、攻めるということはどういうことかと言いますと、攻めると必ずや相手の平常心が崩れてくる。必ず。で、攻めてグッとこの瞬間上げてごらん。ガッ、そう、こういう崩れる。そうすると相手に視界ができるんですね。視界というのは恐怖、疑惑、驚き、おののき、疑い、惑うという言葉がございますけれども、来るのかな、来ないのかな、どうするんだろうと、それはいろんなその病気がこう出てくると言われています。こう構えてずーっとうーんって言った時にこっと手元上がる、こういうねことが起きてますので、この攻めっていうのはすごく大切です。それとあとはですね、さっきもお話をしましたけど、攻めと間合いにも十分注意をしてください。攻めたら必ず相手が来ますので、必ず何かします。攻めてきたら、こちらが攻めた場合ですね、必ず相手はこのままこのぐらいではいいんですけど、もっとさらに深く必ず相手は変化してきます。その時にがどうかだから、その時にどうするか、その時に打つのか返すのかどうするか、これは稽古でやっぱりたくさん稽古をやって、やっぱり打たれて覚えることも大切なんで、そういうところも、ね、簡単には考えないようにしていただきたいと思います。はい、ここでですね、村山圭介先生の、重ねて攻めろという攻め方を、これから説明したいと思います。重ねて攻めるというのは1度、2度、3度ぐらいではダメなんですね。もう4度、5度と6度と小さくね、例えば一寸の攻めを重ね合わせる。一寸の攻めとその木の攻め、すべてを混ぜながら重ねて攻めていくということですね。まあ、そういうことです。もう一回いきましょうか。今度は手元を上げてるのはこっちですからね。はい、パッ、はい、もう一回、こう攻めて攻めて攻めて、パッという感じですね。瞬時にしてこうパッ、これが体がパッと反応できるように、なりますので、練習をされてみてください。